動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回はこちらシェイキーズ池袋東口店さんにやってきました。こういった感じで季節限定のピザなどもあるそうで、テイクアウトもできるそうです。ということで近へレッツゴー。予約してたんですけど、すごいいい席に案内してもらいました。ありがとうございます。でこちらシェイキーズさんのピザ食べ放題はこういった感じです。平日ランチのピザ食べ放題で大人は1390円で90分制となっております。こちらの25種類のピザが全部食べ放題で、この25種類のピザは随時追加されていきます。食べたいピザがうわなくなってるっていう場合は店員さんに言うと焼いてくれるので、ぜひ注文してみてくださいませ。そしてピザ食べ放題と言っておきながら、なんとサラダ、こちらも食べ放題のメニューに含まれてます。ちょっとフルーツとかちょっとしたデザートなんかもあります。でチーズソース、そしてポテト、フライドポテトがあって、でパスタ、なんとパスタもあります。そしてオニオンスープ、そしてカレー、そしてライス、ご飯ですねも食べ放題となっております。すごすぎるということで、ちょっとカレーを開けてみます。カレーはこんな感じです。ライスは開けません。でタバスコが2種類あります。赤色と緑色、なかなか緑色のタイプは見ないですよね。でスプーンとフォークは自分で持っていくスタイルです。でドリンクバーもまさかのついております。だいたい200円ぐらいプラスしてついてくるイメージなんですけども、こちらシェイキーズさん1390円でどれだけついてくるんやっていうぐらいいろいろついております。ってことで1周目、早速ピザを取ってきました。すごくないですか、チーズめっちゃたっぷりです。で具もかなり乗っております。エビちゃんとかサラミとか、あとはウインナーなり芋餅ですね。で盛り付けが下手くそですみません。でサラダも食べれる、いやめっちゃ嬉しい。ということでいただきます。飲み物はウーロン茶にしました。計3杯4杯ぐらい飲みました。飲みすぎで、サラダ、その生玉ねぎがもうシャッキシャキで非常に美味しい。で子供の頃ほんと辛くて嫌いだったんですけど、今となっては玉ねぎ大好き。でちょっとさっぱりめにドレッシングはノンオイル和風にしました。4種類ドレッシングがあるんで、お好きなのを選んでください。ということで完食しまして、1枚目のピザはマッシュルーム、マッシュルームってめっちゃ美味しいですよね。で結構マッシュルームいっぱい乗ってて、チーズもいっぱいでめちゃめちゃ美味しい。そして出来たてなのでうまい、すごいクオリティが高くて1390円で大丈夫なのかなってちょっと思いました。で2枚目はコーン、みんな大好きコーン。コーンは老若男女問わず好きですよね。好きじゃない人がいたらすいません。でこの日なんですけど、僕25種類全部食べるまで帰れませんを一人で勝手に行っているので、このピザ焼いてくださいっていうのをドキドキしながら食べております。でこちらハワイアンデライト、パイナッポーが乗ってるやつです。あまりにもパイナップルが乗ってるとデザート色が強くなるんですけど、パイナップルの量がちょうどよくていい感じに甘じょっぱい。しかもパイナップルは消化にもいいし非常に最高。ということで完食。で3枚目はトマト&バジル、角切りのトマトがかなり大量に乗っております。落ちてるトマトも拾って追いトマトをします。これすごい美味しくて、なんか僕生のトマトはあんま好きじゃないんですけど、焼いたトマト酸味が絶妙で、でバジルも香って超美味しかったです。タイプの1枚でした。でこちらはエビ&マヨネーズ、すごい見た感じちょっとピラフっぽい見た目です。でちょっとちっちゃめなんですけど、エビが3匹も乗っております。でちょっとなんか落としちゃいました。で名前の通りしっかりマヨネーズ味が強めなので、マヨラーな方、もうマヨネーズ好きエビ好きって人に絶対美味しい1枚です。でこちらウインナーソーセージ、ウインナー大好きです。
朝ごはんに卵焼きと焼いたウインナーが出てきたらもう最高だなって思います。こちらもすごい美味しかったです。で、最初のマッシュルームが1個だけなんか後ろについてたんで2度美味しい感じになりました。ということで6ピース目も完食。そして次、定番な感じですね、ペパロニっていう、そうです、ペパロニ、サラミがいっぱい乗ってて超美味しい。この単体だけ、サラミ単体だけ取って食べるのがうまい。そして僕の目の前の方、尋常じゃない量を食べてて、すごいなんか食べながら圧倒されましたって言いながら僕も25ピース食べます。で、こちらさつまいも餅のピザ、その真ん中にその芋餅が乗ってます。で、この芋餅が甘じょっぱくてめっちゃ美味しいです。あの居酒屋とかであるような芋餅みたいな感じのピザです。甘じょっぱ系で非常に美味しかったです。で、2周目、さっきよりも種類が増えております。でもすごい、こんな感じで人気のあるピザとかもうあっという間になくなったりするので、何々ピザ焼けましたって言われたらすぐ行くのがおすすめです。で、まさかのデザートピザもあります。で、2周目は1周目より大量にピザを持ってきました。相変わらずちょっと盛り付け方が下手くそで申し訳ないんですけども、すごい色とりどりのピザたちいっぱい選んできました。で、デザートピザ、もちろんこちらもチョイスしました。すごいボリュームなんで思わずやったらまた同じことの繰り返し、すいません。で、ガーリック&バジル、匂いが強いものと匂いが強いもののコラボレーション。しかしニンニクが勝ちましたね。超パンチ強くて非常に美味しかったです。ホイル焼きとかいいですよね。ニンニク最高です。で、これふと気づいたんですけど、後ろの女の子の顔が素敵すぎるっていうのに気づきました。ということで、イカ&ツナ&海苔のピザです。こちらで10ピース目でございます。海のものが大集合ですね。イカとツナはカツオかな。で、海苔、これもすごい海を味わえます。そして海続きで鮭とポテトのグラタン風ピザ、海と山のコラボレーション。で、こちらは冬限定のピザです。ポテトめっちゃいっぱい入っててホクホクですごい具沢山で美味しかったです。春はまた違うピザが出るみたいなんで楽しみですね。うん。で、こちらダブルチーズ、白っぽいのと黄色いのが乗ってます。で、名前の通り2種類チーズ乗ってるんですけど、僕の舌では何のチーズを使ってるのは分かりませんが、非常にチーズが好きなので美味しくいただけました。ということで完食。そしてまたツナ&オニオン。コンビニのおにぎりは必ずツナマヨネーズを取るタイプです。すごい玉ねぎがシャキシャキでツナよりも主張してきて、非常に玉ねぎ好きとしては美味しかったです。そして次、マヨネーズ&コーン。こちらすごい正三角形、ね、久しぶりに数学とかでよく使ってた正三角形でした。非常にマヨネーズとコーンの組み合わせは美味しい。マヨネーズのあのちょっと焦げた香りめっちゃいいですよね。よくあの子供の頃マヨネーズトースト作ってました。で、次はイタリアンソーセージ、フランスではなくてイタリアンソーセージにコーンを添えていただきます。このお肉超美味しいです。超好きです。で、ネットで見たら1キロ1500円くらいで売ってました。これでミートソース作ったらめっちゃうまそうだなとか思いながら完食しました。うましでした。で、次、ヘパロニ&ピーマン。さっきのヘパロニに刻んだピーマンが乗ったピザです。で、個人的にはこれが一番好きでした。あの刻んだこのピーマンがめちゃめちゃいい香り、いいアクセントになって、もうサラミと絶妙に合って超好きでした。ごちそうさまです。で、次、エビ&オニオン。多分エビ&オニオンを取ったはずなんですけど、ちょっとエビが僕のやつにはいなかったですが、玉ねぎがめっちゃ逆にいっぱい乗ってて結果オーライ、うまうまでした。ということで、こちらも完食。そして
バーガーピザというものがあります。ピザ食べに来たのにめっちゃハンバーガーを味わえるという超嬉しいやつです。本当にハンバーガーの味でした。多分目隠しして食べるとハンバーガーって僕なら言うかもしれませんっていうぐらいハンバーガーでした。で次はジャーマンポテト。ジャーマンポテトはもう給食でよく出ててパンに詰めてよく食べてました。めちゃめちゃ好きな給食でした。非常に美味しい。そして20ピース目、いちごのチーズクリームピザ。一生懸命撮ってるんですけども、カメラ回してるのを忘れて止めるっていうアホなことをして、今止めたと思ってあれってなりました。すいません。でチョコバナナのデザートピザ。チョコバナナとさらに上にコーンフレークも乗ってるので、サクサクガリガリ美味しいです。ごいパリパリして、もういろいろいっぱい落ちてパリパリパニックになってしまっております。下まで落ちました。でシナモンアップルのデザートピザ、こちらもすっごいうまい。この3種類のデザートピザどれもめちゃめちゃ美味しかったです。でさっき取れてなかったイチゴが一番好きでした。後でまた食べます。こちらのシナモンアップルめちゃめちゃ美味しかったです。で次はビーフペッパーとイカ&オリーブっていうのを取ってきました。このオリーブなかなかピザでしか食べないけど、ほんとめちゃめちゃ美味しいですよね。顔がやばい。で24枚目、24ピース目、ビーフペッパー。このいっぱい乗ってるブラックペッパーがすごい濃厚でビーフと非常に合います。結構味は濃いめな感じでしたね。でアンチョビとイチゴのピザリベンジしました。このアンチョビはもうめちゃめちゃアンチョビの香りがして熱々でしたね。出来たてですごい濃い味なんでビールに合いそうですね。飲まないけど。そしてリベンジのイチゴのクリームチーズピザ。これほんと甘酸っぱさが絶妙で、本当に一口食べたらおーうまいってなりました。2月までらしいので、あったらぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ということでピザ完食。で最後に締めのカレーとポテト、ちょっとどうしても食べたくてちょっとだけ持ってきました。すごいスパイシーな香りのポテトです。めっちゃ揚げたてでもホックホクです。本当はもうちょっと食べたかったんですけど、さすがにお腹がいっぱいで1個で諦めました。でカレーをつけても非常に美味しい。で久しぶりに本当シェイキンさん来たんですけど、これで1390円、めちゃめちゃいいなと思ったので、ピザ好きな方ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。ということで、私チャンネル登録1000人を目指して動画を投稿しております。もし楽しかったと思っていただけたら、高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ということで、お腹いっぱいになってとても最高でした。ごちそうさまでした。